超新鮮、超綺麗。初めて見たぞ、このスプラッシュ。左下見て、左下。来たよ、来た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 ー。ブーレイ。あ、ダメダメ、ダメダメ、もう、表、オプティファイン入ってないんだよ、最新だから。はい、だー、メリークリスマス、マグニーでございます。ちょ、重たいね。重たいね。オプティファイン入ってないんだ。あ、こんなに重たいのか、これ。ちょっと我慢してね。俺も我慢する。はい、ちょっとこれ、収録会で用意したものなんだけど、その前に、カジキ戦、皆さんご存知でしょうか。一応ね、関連する動画ということで貼っときますけど、下のね、概要欄とかに貼っときますが、超高速でトロッコで移動できていた過去のね、高速移動手段だったんですけれども、使えなくなっちゃっております。使えなくなったというご報告もですね、どっかのね、回でやらせていただいてるんですけれども、まあ、とにかくね、ちょっぱやなんでね、関連動画の方でね、どれぐらい早かったか、こういうカジキ戦がね、をご覧いただけると幸いでございます。1.11 になってダメになったんだよ。だからこれに変わるものが出たんです。すぐにね、これに変わるものが出て、先生と 1.11 紹介動画、アイビチルさんとやった時に、ね、紹介してくれた、新カジキ戦というものがあったんですけれども、そちらもですね、早速修正されてしまったという、先ほど、冒頭でね、ご覧いただいたように 1.11.1 になってるから、はい。そこで、新カジキ戦も修正されて使えなくなっております。カジキ戦については、まあ他に語ることないかな。これもね、遺跡として置いとこうという話になっております、兄弟と共にね。はい。それでね、今日も、やってまいりましょう。ごめんみ。お腹すいた。とりあえず何か腹に入れるが圧倒的に多かったね。ご飯の時間まで待つ。ご飯の時間を早めてもらうっていう人もいたね。僕なんかは、よくね、実家暮らしの時はですね、早めてもらってましたね。と、そんな中、とりあえず何か腹に入れてる夫を目撃すると、作りかけの夕ご飯を投げ出したくなります。ということでですね、はい。大人になるとですね、こういう、事情が出てくるんですね。しっかりと思いやりをね、持たないとダメですよ。コメント見てですね、ちょっと、自分への戒めも行っております。はい、ありがとうございます。面白かったです。はい、そして、もう全く、まあ、ご飯に関係することなんだけど、クリスマスが近いから、クリスマスが終わるまで、牛肉じゃなく鶏肉食べてください。ということで、今日はですね、すでに鶏肉を持っております。今日のアンケート、みんなは土曜日と日曜日、どっちに出かけるかな？ということで、土曜日が仕事って方も中にいらっしゃるでしょうし、いろんなパターンがあるでしょうからね、純粋にですね、答えていただければね、いただければと思います。よろしくどうぞ。はい、ちょっとね、ガストの声も、してきてるので、早々に退散しましょう。撃たれちゃう、撃たれちゃう。はい、収録が一番のコーナーにね、移りたいと思います。もうタイトルでね、今日マグニー何やるかっていうのはもうお分かりいただけると思って、思って、やべえ、オプティファイン早く出てくれ。オプティファインないとこんなに違うのか。おやすみ。重てー。あ、ちょっと設定を変えてみました。まだちょっとはマシになったかな。読み込みチャンクを避けたんですよ。はい、それではご覧いただきましょう。まずはこちらにね、鶏肉をたくさん入れさせて、ちょっと追加させていただいたぐらいかな。はい。で、そして、はい、常備箱の中身ね。中身をですね、ちょっと見直させていただきました。昨日全然使えなかったんで、こいつ。石のまんま。まあ、焼き石のまんまと原木ですよね。なんでもいいからちょっと入れて。で、炭ブロック。これで、松明をいくらでも作れます。もうちょっと原木あった方がいいかなと思うんだけども、それはまあ、おいおいちょっと追加していくようにします。こいつ、1.11.1 になって作れなくなった、修繕と無限のついた弓矢をですね、10個ほど今回ちょっと作らせていただきました。ちょっと1個だけなんか変なのついてるのあるけど、作らせていただきます。これをですね、また沢村の方にね、寄付しに行きたいと思います。よいしょ。で、こちら、花火。そうです。そして、即時回復。やばいよ、やばいよ。やる気満々だよ、マグニーさん。はい、収録外でこれを準備するのに、小一時間？もっとかな？もっとかかっておりました。花火はもともとあったからよかったけどね。よし。よしよし。収録外自慢は以上である。花火装填完了！もうすぐ、クリスマスだね。本日、誕生日の、兄弟のために、ケーキが、うまい！ちょちょ、うまいってさっき言うと思った。うまい！うまい！勝ち！よいしょー！誕生日重たい！おめでとうございます！皆様にとって、良い一年になることを心より願っております！やべえ、花火の描写が重て！早くオプティファイン早く出してくれよ。クリスマスまで出し、はい、オプティファインの制作者さん、よろしくお願いいたします。早速、行きましょうか。どうだろう。ほんと今日リリースされたばっかり？昨日かな？
リリースされたばっかりなので、まだね動画でやってる人少ないんじゃないかな。うん、リリース前でやられてる方はたくさんいらっしゃいましたよ。それこそエビチリさんとかねやってらっしゃいましたが、実際このサバイバルの環境下で重てえから重てえ、こんなにも違うのか。マイクラが重たないと感じる PC マインクラフトユーザーのみんな、絶対にオプティファインだけでも導入しよう。オプティファインは導入に、すっげえ簡単なんですよね。モッドとはいえ、オプティファインはもうマインクラフト公式で認められてるところがあるんで、単体で、インストールすることができるんでね。じゃあ行くぞ。行くよ。もう準備はね、できてんのよ。万端なのよ。向こうでね、完璧にちょっと準備するんでね。行こう。え？何があった？え？何があった？待てよ、レッドストーンの何か変わっちゃったの？あれ？なんかレッドストーンの何か変わっちゃったよ。これ降りられなくなっちゃったじゃん。もう勘弁してよ。まあやること増えるからね。言っちゃいいんだけど。取れ高が少ないものをさ、やってもしょうがないからね。いきます。マグロいきます。ぴょい。さあ、準備しましょうか。ポータブルを2つ出します。ね。で、こっちに入ってるのは関係なかった。すいません。こっちは関係ないね。危ないから追い直しておきましょう。ポータブル2。ここにあるロケット花火、とりあえず飛翔時間1、そして2。を、まあ、3つずつぐらい持って、あと、まあ、即時回復を、そうね。1、2、3、4、5。まあ、5個ぐらい持って。じゃあ、本来の目的である、そうだな。地図作ってあるところ回ろうか。よし。下側行こう。これ持って、飛んでって、次こっちに持ち帰って、みたいな形にしよう。あ、ちょっとドキドキしてきた。ちょっとドキドキしてきたよ。エリートランチャーもいらないんでしょ？本当に？怖えな。あれ？あれ？あ、そうか。ちゃんとやっぱりエリトラで浮いた状態にならないとダメなのね。これただのロケット花火じゃないから、ちゃんとあの花火だから、ドーンって音鳴るしね。ほっ！ちょっともう高さ、ちょっとここは。欲張らずにちょっと行こう。あ、そっか。ちょっと待ってね。あのね、ビデオ設定をね、短くしたまんまだった。ちょっと遠くにしよう。ちょっと欲張っちゃダメだね。16チャンクぐらいにしとこうか。よし、ちょっと真面目に行きますね。真面目に行きます。よーっ。あら、なんかね、これドーム飛行をエンドでやってて、エルトラの耐久力に気づかずに、落ちて奈落の底っていう、兄弟が、いたんだよね。怖いね。そんなこと言わないでくれ。どんまい。意外と緊張するんだから、こういうの。花火持って。よし、行きます。せいや！取ります。はい。真面目にちょっと飛び上がるわ。ほいで、裏返って。地図の方を見ててくださいね。これ今進んでおります。高さ的に今ね、姿がどうしても見えないところがあるんでね。見え始めた段階でまた、ちょっと、ロケット花火ピュー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 やってみたいと思います。うー、ドキドキするね。師匠もド M 飛行やってましたよね。ド M 飛行、そうだ、師匠ド M 飛行でね、ジャングルついに見つけてたね。感動的だったね。ようやく見つけたかっていうね。うん、私嬉しかったですよ、あれ。さあ、そろそろね、地図を持ち替えておいてもいいのかもしれない。ちょっと端っこの方に寄っとこう。地図を持ち替えます。ぴょん。はい、そうするとですね、左側の地図がですね、更新され始めますね。ほら、来た。じゃあ、ちょっとロケット花火に持ち替えます。はい、すでにこっちの地図にも、おお、早速見つけちゃったよ。早速見つけちゃったんだけど。あら、ちょっと待って。ちょっと攻略する前に。おお、おお、すげえ。うわすげえ。え、俺今どっち持ってる？飛翔時間2のやつだよ。1のやつでやってみますよ、1のやつで。十分だよ、1で。1で十分。
ダメージ食らうからやっぱりね、ちょっと完全回復するでしょ。でね、お腹も全部食べるでしょ。今完全な状態。いくよ。飛翔時間2。あー、こんな感じか。ちょうどハート1つ減ったぐらい。じゃあ飛翔時間1いくよ。あ、同じだね、ダメージ的には。なんか飛距離的にもそう変わんないような気がするよ。そうかそうか。今回ね、残念ながらね、あのエンドシップないね、これ。エンド、あ、あった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 。こういうのエンドシップから攻略するのがね、やっぱ綺麗なのよ、きっと。はい、ちょっとね、真面目にやるよ、真面目にやるよ。よいしょ、到着。はい、ちょっと安全地帯に入って、ふう、準備完了なんでね、とりあえずエンドシティの攻略だ。いいのよ、これ即時回復もらえるからね。で、醸造台ももらっていくのよ。これ最近俺のセオリー。あ、逃げられた、くそ。これね、外側に逃げられたりすることあるから大変なんだよね、こういう風になっちゃうと。ちょっとね、長い戦いになると思うのよね。みんなもね、ちょっと心してつき合ってください。まあ編集して短くはするんで、はい、全部もらっていくぜ。もらえるものはもらっていきます。よっしゃ、取った。今回ね、ちょっとね、このヤブサメ持っていくよ。ヤブサメ持って、最近もっぱら攻撃はヤブサメでございます。見てよ、もういっぱいだよ、早えよ。シュルカーボックス足りねえよ、これじゃ。ちょっとね、遠目からね、倒しちゃった、倒しちゃったね。あ、落としてた、よかった。じゃあそこにいるのね。そうなのよ、もう一人壁にいるのよ、ほら、壁際に。こいつが、おっと、やられちゃった。おっしゃ、倒した。で、この上登って、エンドシティの攻略に移ると。これがね、今のところ、いつも最近のセオリーでございます。よいしょ。まあ、なくても余裕だったね。あー、逃げられた、たったった。いて、バーン。よし。うるら、よっしゃ。ほいでね、これ、この塔の外側にひっついてるやつがいるんだよ。これがそうだね、多分。だから、こいつらのね、おお、マジで。泣き声のね、をしっかり聞いてやっとかないと、取り逃しがあるんで。あれ、どこいる、どっから撃ってきてんだろう。ここか。よっしゃ、逃げられなかったか。全部ね、大体塔はね、上から攻めていきます。うん、絶対にいるんでね、上に。よっしゃ、いったー、いった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 。お、あーっと、あー、くそー、ほらー、よっしゃー、また逃げたよ。あ、また逃げた。あー、登らないよ。いいよ、よし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 、全部もらっていくよ。もちろんエンダーチェスももらっていく。よっしゃー、この浮遊を利用して探す。どっから出てきてるか、あっちか。よっしゃー、ほいで今度こっちか。超でかくね、これ。あー、ふう、いけ、トゥー、よっしゃー。え、おお、よっしゃー。どうなんだろうね、ドロップ増加で切った方が殻はよく出るような気がするんだけどね。あ、あ、あ、ちょっとちょっとびっくりした。弓矢で倒せれば楽だよね。ダメ、楽なことしようとするとダメなのか、きっと。そういうもんか、人生と一緒か。茨の道を進むのみ、そう、それが人生だ。なんか音するな、いるな。ああ、ああ、いた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 、発見、発見、発見で、よっしゃ、発見で、よいしょ。うわー、地獄ゾーンだ。よっしゃ、チェック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 、落ちてないか落ちてないか落ちてないか。じゃあ下の方見に行ってみましょう。はい、この辺に落ちてないか。落ちてないね。よしよし、いや、ただじゃやられねえ、ただじゃやられねえ。なんでそんなところにエンダーチェスト置いてんだよ。食べらんない、食べらんない、食べれた、やってやる。いや、よっしゃー、取っちゃった。はい、で、ここのまま、このまま、おおお、うまいね、うまいね。上まで出ちゃった、上まで出ちゃった、上まで出ちゃった。
よし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 、おお、来るな来るな来るな、おーしよ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 し、おーっと危ねえ、もらえ、全部もらえね、よっしゃ見つけた、取った、うわうわ、ちょっと、落ちてったよもう、しゃあうまいね、プロだね、ああやっぱりね、剣で切った方がね、ドロップ増加で切った方がね、落とす気がするわ、お願い開いてくれ開いてくれ、うわーくっそー、あーもうよっしゃー、ちょっと斧でいってみるか、一緒だな、これで全部回ったんじゃないかな、ようやく1個目、ダメダメ、ちょっとでかいの来すぎ、いきなりマジででけえの来すぎだよこれ、一応制覇したぞ、さあ何個になったでしょうかということで、はい、まずねマグズボックスポータブル1に入ってるのを見ると、まあこの上の弓はね、別で、ツルハシとかなんかもろもろ、ダイヤのチェストでしょもうちょっとまあいろいろねゲットできるよね、ほら、今んとこシルカボックス34個だね、なんといっても今日ちょっと本題はさ、ド M 飛行なわけだから。いきまーす。イエーイ。うふー。うわ、すっげーダメージ食らう。え、大丈夫？え、そんなもん？ちょっと怖いんで、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。すっげーダメージ食らった。あー、大好き。じゃあ行くか。いよっ。うん。素晴らしい地図との併用で、はい、このねド M 飛行がね、え、でもあれだよね、モヤンもよくこの方法残したよねって感じしない？すげえダメージでもね、すっげえダメージだけど超加速するよ、自分が打ち上げられちゃってるね、そういうことだよね、はい、あんまりむやみに使わないでおこう、お、帰るとこ見っけた、ここね覚えとこうね、右下右下ね、ダメージの受け具合がちょっときついよね、ド M 飛行、あの弓矢によるド M 飛行よりも多少きつい気がする、まあでも本来はこれド M 飛行をやる回だからね今日は、ウヒー、危ない危ない、変なことしてたら地図外に出ちゃうからね、あんまり花火に垂れたウィー、あ、味方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 、ちっちゃーちっちゃー、超小型超小型、本当に周りに何もない、周り何もないかチェックだ、何もないね、いやー超小型じゃん、いやーすげえジャンプ力なんだけど、よいしょ到着よっしゃよっしゃ、あ、怖え怖え、お疲れ、ふぅ、ほんとシルカーボックス便利ね、今38個だ、あと12個で50個だぜ、よーしじゃあ引き続き飛びます、よっ、このまままっすぐ、おお、すぐ見つかっちゃった、すぐ見つかっちゃった、エンドシティじゃなくてエンドシップはないようだ、エンドシップは今のところ見つかっておりません。このエンドシティで
50個はいけるんじゃないかな。あいしょーっと、危ない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 。よし、ちょっと切り込み隊長でいくぜ。切り込み隊長で、あれ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 、え、チェストとか潰すの？え、チェストとか潰すのお前ら、マジで。あれ、チェスト壊すわけ？おっしゃボケー、やってやったぜよ。あ、やばい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 やつだやばいやつだ。よっしゃ、オッケー、よっしゃよっしゃよっしゃ。あぶねえ、恐ろしいよ。お疲れ。全部これ、お、12個、ちょうど50個じゃね。おー、50個いった、ありがとうございます。あー、もうこれでいっか今日は。もうほら見てみ、焼き鳥もほら2スタック目だよこれ。あー、焼き鳥が欲しい。じゃあ普通に行きますよ。ヒューで上向いてピュー。お、すごい、めちゃくちゃ上がる。これね、俺の弓エリートラがありますね。これでね、できるかっていうのをちょっと今やってみましょう。あれ、加速したっぽくね。あれ、加速したっぽくね。加速したっぽいよねえ。あ、できんのか。今までのも使えるは使えるのかもしんないね。あ、そうか。ただしか、この修繕と無限がついてるのがあのなくなってしまうから有効的な使い方ではないよということなんだね。で、作っててよかったね。10個ぐらい作ってあるからね。じゃあ帰ります。あ、やばい。いやー、今日も頑張ったね。しかしこう、あー、いったー。あ、エンダーマントラップが湧いてる、エンダーマントラップが湧いてる。すごいね。あ、ダメ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 、もう死んじゃうわ。マグタウン帰ってきた。重たいぞ重たいぞ。今日の馬もうエリトラで飛ぶの。お、今日ボルトだって。やったねー。ボルトっていうのはね、ついてるっていうことだよ。ボルトちゃん行こう。エリトラに引けを取らないぐらいのスピードだ。よいしょ、早い。ボルトありがとうね、ほんとありがとうありがとう。はい、やってまいりました。一応ね、一応ですよ、あのサンタ服を脱がせていただいておりますね。あの、みんなから別に怒られたわけじゃないんだけど、やっぱりね、ご祈願の際はですね、はい、このような服装で行いたいと思います。マグクラ兄弟の幸せを祈願し、チャリーン、アンマグロ大名チェ、新ド M 飛行。あー、それで今日はちょっと疲れたな。じゃあ動画の締めに画像紹介、かわいいの書いてくださいました、ありがとうございます。あのね、初めちょっと順番通りじゃなかったんだけども、順番通りにしてくれといううちの兄弟からのリクエストの中で、順番通りにしてくれたんです。コメントを見るときいいね。知らんが仏、もう1回ぐらい使ってると思いますけれども、はい、ご祈願画像ありがとうございます。はい、そしてこれ、マグクラ兄弟10人マイクラ PE マルチ兄弟村発展中。あ、いいね。どんなのかちょっと見てみたい気もするよね。こうやってね、10人も集まって喧嘩もなく仲良くやられてるのはね、すごいことなんですよ皆さん。はい、コメミ画像でございますね。多分一番左が金ブロックで、真ん中がエメラルドで、一番右がダイヤブロックだよね、だよね。はい、というわけでね、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。急遽 1.11.1 が出たもので、ちょっとド M 飛行チャレンジしてみました。年末に向けてちょっとやることはいっぱいだな。もうすぐクリスマス、先クリスマスだね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。よし、ご覧にって何でも全部やっちゃえ。わかるわかる、全部できる。ほな。